よみぐんたねこさんじゃい。食えそうな魚類たちを勝ち取りたいものもない、無欲なばかりはなれない、それで君はいいんだよ。どうもちゃん、かねこでございます。ということで本日の食材がこちら。よいしょっと、巨大なメダイっていうことでね、それではこちらをさらいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、大きなメダイっていうことでね、このチャンネルでこの魚多分初めてじゃないでしょうか。こちらメダイっていうお魚で、とっても目が大きいですよね。でタイってつくんですけど、全然マダイみたいな形じゃないですよね。マダイとは種目が違うので、マダイとは全く別のお魚です。でこちらのメダイなんですけど、癖がなくて身がふわふわでとてもうまいんですよ。でこれね、取れたての時はもうヌルヌルなんですよ。すっごいネバネバが出るんですよ。これは締めて、まあ大体2日3日経ったものなので、まあぬるぬるはついてないんですけどね。というわけで今日はこちらのメダイを使って、メダイの幽庵焼きを作っていきたいと思います。西京焼きって言って、白味噌につけて焼く料理はよくサーモンとかサワラとかでやると思うんですけど、幽庵焼きあんま聞かないですよね。幽庵焼きっていうのは醤油ベースのタレに柚子とか、あとすだちとか、そういう柑橘系をたくさん入れて、そのタレの中に漬け込んで、でその漬け込んだ魚を焼くものです。今日は皆さんも真似しやすい幽庵焼き作っていきたいと思います。作り方がとても簡単なので、ぜひ覚えててくださいね。そしたらまずこちら、鱗を落として、頭、内臓を落としていきます。今日はこの皮目を生かしたいので、多分これすき引きでもとても気持ちよく取れる魚なんですけど、あえて鱗かきで取っていきます。よいしょ、重てえなこれ。これ大体5キロあります。鱗はこういう風にね、簡単に取れます。魚体が大きい割に意外と鱗は小さくて剥がれやすいですね。そしたら頭を落としていきます。うわ、すげえ脂乗ってるわ、これすごいな。期待できそうな内臓脂肪がたくさん見えておりますよ。お腹もめちゃくちゃ分厚い。ほら、いい魚だな。血抜きも完璧にできてます。これなんかね、硬いもの嫌だった。あ、何これ。なんかこの油の上、この部位、中がジャラジャラしてる。これ胃袋か、これ。胃袋じゃねえぞ、なんか胃袋の付け根が硬いっすね。何これ、こんな魚初めて。このさ、白いサシみたいなとこ入ってますよね。ここがなんか硬いっす。はい、そしたらこんなに血わたも綺麗に落としました。匂いもなくてね、うん、いい魚。この油の乗ってる魚ってほんと腹が分厚いんですよ。でね、ここを見るんですよ、どんな魚も。ここがこう白くなって、見るからにサシが入ってる感じですよね。これものすごいいい魚。そしたらおろしていきます。一本入れて真ん中まで。結構身質は柔らかいですね。タイっていう身質よかは、なんだろうな、サワラとかに近いような身質な気がしますね。結構柔らかめの白身ですね。多分生きてる時はもっとカチカチなんですけどね。でもおろしやすい魚です。せーの、よいしょ、こんな感じですね。でこちら側もおろしていきます。お腹と背中を決めましたら、開いて、ここ腹骨ですね。腹骨のところを断ち切ります。メダイはね、骨柔らかいので、簡単に断ち切れます。この大きさになると多少は硬いですけどね。はい。はい、そしたら、肩身は毎度のことながらご近所さんへ。はい、そしたらこちら腹骨をすいていきます。柳刃で、薄く薄く。よっと。結構腹骨ね、深く入ってます。幅も結構大きいですね。お魚によって骨の構造が違うって本当面白いですよね。でね、ここに1本強い骨が入ってますんで、ここをこう落としちゃいます。こんな感じですね。血合い骨を落とします。
お腹側の血合い骨も落とします。はい、そしたら切り身に切っていきます。斜めに入れて縦に戻す。斜めに入れて縦にする。斜めに入れて、でここで縦ですね。でなんで立てるかというと、毎回説明しますけど、角がねピンと立って、より切り身が綺麗に見えます。お刺身でも一緒のことが言えますよ。こう来て皮一枚ぐらいのところになったら立てると、こんな感じですね。もう今日は幽庵焼きなんで、あんまり太く切りすぎても中に味が入り込みにくいので、まあ大体3センチぐらい、このぐらいに切っていきたいと思います。お腹の方も一緒。こう斜めに入れて縦にすると、でこう斜めに入れたところがここになりますんでね、まっすぐ落としちゃうと、あのただまっすぐな切り身になっちゃうんで、料理にした時の見栄えもなんかボリューム感が出ないような気がしますんで、切りつけの段階でしっかりとあの角度をつけてあげること、これ大事ですね。はい、このように切れました。そしたらタレを作って、このまま漬け込んでもいいとは思います。大体のレシピそうやって書いてあるんですけど、ちょっとタレが染み込みやすいように、魚の水分を僕は一回脱水しようかなと思います。塩を振って脱水してもいいんですけど、今日はちょっとピチッとシートできますね。幽庵焼きはあの醤油とかたくさん塩分使いますので、できるだけ塩は使いたくないのが理由ですね。さあ、じゃあ真ん中のいいところ、ここら辺ですね。でお腹の脂乗ったところで密閉と。よし、これで冷蔵庫で30分ほど寝かしたいと思います。よし、そしたら10分経過して脱水できました。いい感じですね。そしたら幽庵焼きのタレを作っていきましょう。このタレの作り方がまあ簡単なんですわ。使うもの、まずはコップ、何でもいいですよ、どんなコップでもいいです。それとお酒で、醤油で、みりんで、こちらすだちとか柑橘系ですね、柚子とかレモンとかでもいいですよ。そしたらまず醤油、酒、みりん1対1対1の割合で混ぜていきます。計量カップがあればそれが一番いいんですけど、うち計量カップある時とない時があるんでね、はい、今日ない日らしいです。コップにガーッと入れていきます。結構量が多いんで、コップ一杯入れていきましょう。はい、こんなもん、よいしょ、はい、一杯入りました。で次お酒も同じ量入れていきます。はい、お酒入れます。で次はみりんも入れていきます。このみりんが決め手ですね。焼いた時に照りが出ます。みりんでちょっと混ぜて、でここに自分が思っただけすだちを入れてください。ちょっとこう絞って入れると。で汁だけじゃなくて皮ごとかすごと入れるのがポイントですね。皮からの香りっていうのも出ますんでね、まあ、こんなもんでいいでしょう。ちょっと入れ物が小さかったなと思いますんで、鍋に移します。でここに先ほどのメダイを入れていきます。うわ、もう入れた瞬間に油がパーッと浮いてきますね。うまそう。はい、で、こうつけて、全体的にこう使ってるんですけど、上の方がちょっとかかってないところありますので、こういうリードとかペーパーを沈めます。よし、これでバッチリ。で、蓋をして、まあ、漬け込み時間はお好みですけども、僕は半日ぐらい漬け込もうかな。それじゃあ半日後で移動。よいしょ。それでは、丸1日経過しました。さあ、開けていきましょうね。染みてますね。で、また、すだちのいい香りよ。これは期待できるな。そしたら一度これ揚げていきましょう。なんかカッチリしてますね。わかりますか？カチッと締まったというか。あ、やっぱこのぐらいの厚さは、一日ぐらい漬け込んだ方が良かったね。正解でした。そしたらこれ一度これ出して、で冷蔵庫で一日寝かして味を落ち着かせます。もちろんこのまま焼いてもいいとは思うんですけど、乾かした方が味がまろやかになるような気もします。で今日はね、炭火で焼いていきたいと思うんですよ。せっかくなんでね。このタレはまた他の魚つければ使えますからね。かなり醤油とかみりんとかたくさん使ったんで、一回で捨てちゃうのはもったいねえ。そしたらこちら、冷蔵庫で1日寝かしたいと思います。はい、では1日寝かせました。だいぶ味が馴染んだような気がします。そしたら串打ちしていきます。で、しっかりと皮に決めてあげる。身だけに刺すと、ボロッと落ちちゃうのでね。身に打って、皮に出す。身に打って、皮に出すと。で2本じゃ心配なので3本打っておきましょう。多分これでよっぽど落ちないとは思うんですけどね。よし、これで焼いていきましょう。でせっかく炭を炊きますんで、もうちょっとなんか焼きたいですよね。なので夏の終わりに焼きとうもろこしを作っていきたいと思います。皮ついたまま茹でるやり方とかいろいろあるんですけど、
まあ、僕は皮剥いちゃいます。皮剥いちゃって茹でていきます。ヒゲもある程度落として、こいつだけ白いですね。よし、そしたらこれを熱湯の中に入れます。これ塩も入ってますんでね、これで大体今5分ぐらい茹でていきます。そしたら焼きとうもろこしに塗るタレを作っていきたいと思います。で、材料がみりん、醤油、お砂糖ですね。こってこてのやつ作りますね。まずはお醤油。で、お醤油が入ったらお醤油の半分ぐらいみりん入れます。こんなもんですね。で、お砂糖もみりんと一緒ぐらいの量入れます。まあ、だいたいこれだったら小さじ2杯半ぐらいですね。醤油塗るだけでもうまいんで、そんなに慎重に分量は気にしなくていいと思います。みりんと砂糖を入れることによって、こう、照りが乗りやすくなりますんで。よし、そしたら庭に移動しましょう。さあ、曇りだしちょうどいいぞ。炭を炊いていこう。で、炭の起こし方は、まず固めて、で、固めたところに、着火剤ですね。着火剤を敷きます。で、着火剤は必ず1回限定。もうこの段階でやってください。火がついてる時に着火剤つけると、着火剤を伝って火がブワーって登ってきちゃう可能性あるんで、絶対着火剤の継ぎ出しはやめてくださいね。危ないですよ。で、着火剤に火をつけますと。で、火がついたらその上に炭をさらに乗せます。そしたら着火剤に火をつけてそれをプレスする感じですね。で、これで大体火はつくと思います。で、これ着火剤の火が落ち着いたら、うちわとか送風機でここからブワーッと空気を送って炭をどん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 熱くしていきます。で、炭全体に火がついたら、ここに積み上がってる炭を鳴らすと。これは簡単で効率的な炭の起こし方だと思います。かなり熱いです。そしたらこっちの弱火で目玉焼いていきます。で、こっちの強火でこれトウモロコシ焼いていきます。3本ね。よし。で、軽く焦げ目をつけて、で、焦げ目がついたところにこれですね、これタレを塗っていきます。もうほんと強火でやっちゃうと焦げ焦げになっちゃうんでね、もうこのぐらい焼けてんのかなぐらいの弱火で焼いていきます。幽庵焼きもいい感じに焼けてきましたね。こう周りがちょっとずつ焦げてきましたね。焼き目がいい感じについてます。裏側はいい感じですね。もろこしはタレを塗っていきましょうか。たっぷり塗っていきます。で、タレを塗ったら結構焦げてくるんで素早くいきましょう。幽庵焼き OK。 で、トウモロコシは2度塗り3度塗りでじっくりじっくり焼いていきます。はい、部屋に戻ってまいりました。涼しいわ。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。焼きとうもろこし、目鯛の幽庵焼きですね。新生姜の梅酢漬けも添えました。昨日作っといたんですよ。じゃあまずこちらの目鯛の幽庵焼きからいただきましょう。すごく上手にできたと思います、これ。焼いてる時もね、いい匂いが漂ってきたんですよ。結構身はね、しっかりしてますね。じゃあこの皮のところと一緒にいただきます。うまこれ。上品な味だ。焼く前の感じを見ると、ちょっとしょっぱそうだなと思ったんですけど、全然そんなことないですね。で、目鯛油乗ってるわ。美味しい。自家製梅酢漬け。これめちゃめちゃうまいですよ。うまい。じゃあ次はこちら焼きとうもろこしいただきますか。これはうまいぞ。いただきます。うめえ。ちょっと焼くことね、この香ばしさがプラスされてて。で、しかもこのタレがね、うまいんだ。はい、ということで今日はこちらの目鯛の幽庵焼きと焼きとうもろこしときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギーのやつ。これはもう銀色しかないでしょ。よーし、飲むぞ。こちら、7対3ですね。いただきます。うわー、うめー。最高の昼間。さあ、じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は目玉の大きな魚、メダイっていう魚を一匹丸ごとさばいて切り身にして漬け込んで幽庵焼きにして食べてみましたけども、美味しくできましたね。で、あんだけすだちを入れて漬け込んだんですけど、で、焼き上がったものにはそんなにすだちの風味っていうのはついてなかったですね。焼き上がったところにまたすだちを絞ったりするといいかもしれません。でも、とっても簡単でどの魚にも応用できると思いますので、皆さんも一度
皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。